本当に僕とマル君とチマニャン君と銀太君でやってた時は、社長一時期めっちゃ蜂蜜舐めてた時ありましたよね。食うのかと思いました。いや、めっちゃ喉にいいらしいじゃん。だけど喉結構ガラガラになるやん。だけどマヌカハニーがいいよって言われて、でマヌカハニー。マヌカハニー懐かしい。そう、ゴキブリチャレンジの時もずっと飲めてやん。はで、あれらしいよ。あ、これこれ。これですよね。配信で食べてるの見てたんで。そう、マヌカハニー。これす、こっちの方がおすすめらしい。マル君ずっと食ってましたもん。いや、体にもいいらしいよ、やっぱマヌカハニーってめちゃくちゃ。もうこれ、病気なんないって言われ、風邪ひかないぐらい言われてるらしいよ、噂では。栄養がありすぎそう、て。このプラス40みたいなのが強い。逆に飲みすぎると健康になりすぎて良くないぐらい。だけどちょうどいいぐらい。うわ、てか、怖っ。透明でもない。いや、俺この話しよったら、渋谷の大渡し会の時にファンが持ってきてくれたんよ。マルカハニーです。そう、社長って言って、マヌカハニー渡されて、うわ、今超嬉しいと思って。そう、俺買いに行けんし、これ結構どこでも売っとうわけじゃないけん。なんちゃってマヌカハニーは売っとうけど、これガチガチのマヌカハニーなわけよ。このニュージーランド産なんや、多分ガチガチのマヌカハニーは。で、ここでちゃんとそのマヌカハニー協名、なんか連名みたいなのが OK したのが、この83プラスとか、この MGO とか、この5プラス A いくらぐらいするんですかね。分からん、結構高いと思うよ。てか、めちゃくちゃ甘い。これ、蜂さんが作ったんですか、これ、本当に。多分。こんな甘いんですか？これ、砂糖とか入ってないんいですや、今、ロイヤルハニーとかも甘いがあるやん。あれ、本当は1瓶8万円とかするような、マジで体にいいやつみたいな。貴族の健康法みたいな。蜂すげえ。蜂蜜って本当にすごい。で、それ、命がけで1週間山に登って、1週間後に命がけで帰ってくるみたいな。で、ロイヤルハニーを取るみたいな、そういう、で、それだけ何百万って稼げるみたいな。っていうぐらい、ちゃんと本当に、アフリカの蜂はもう、レベルが違うわけよ。肉食の蜂とかもおるわけよ。怖で、それが、いろんなので蜂蜜作るけん、ちょっそとの蜂飲み蜜まのすね。栄養度とかはとんでもないみたいな。要は。蜂すげえな。これどうやって作るの？これ誰にも教わらないでこれ作るってことですよね。そう。とんでもないですね。ねえ、説明書とか読まずに。確かに。まあでも、蜂は俺らのあの高層ビルとか見て同じこと思っとるよね。確かに。人間ですか？逆に人工的に蜂蜜は作れないってことでしょ？あ、多分そういうことになるよなるね。ほど。そうですよじゃね。頼らないといけないってこと絶対に蜂さんが作るんでしょ？蜂すげえ。蜂さんのおかげですよね、これ。